するしない？どうも、日向彩子です。トッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠、今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。第1局開始です。皆さん手牌を開けてください。なんちゃトラが E1 です。ゴーさん、本場で展望状況苦しくなってきましたね。展望減りましたね。で、なんばでこの点差だとさすがにいつもよりちょっと打点重視になりますね。ここからはまたちょっと違ったゴーさんってことですか。はい、僕はダブナンのみの2000点だと2000点は増えるものの、着順上昇にあんまり影響がなさそうなので、できれば2000点よりも高い点になればいいですね。はい、じゃあ泣きのバランスの時も打点があるようになると思います。じゃないとなかなかこう声を出していかないってことですか。はい、ただ何を重ねて何なんて打たれたらしぶしぶ泣くかもしれないですね。なるほど。はい。さあ、では積もってみますか。何が来るか。ドラ表でした。さよならです。まあ、面前でリーズもいいペコとかになればいいかなぐらいですかね。1位を絶対にこう取らなきゃっていう対局の時と、今回は RTD ルールで、まあ、1つでもね、上の着順にこう価値がある対局、ね。うん、1つでも上に価値があるならね、1万4000点差に2人いるわけですけど、うん、ちょっと増やしてどっちかが落ちてくるケースっていうのがいっぱいあるんで、まあまあ自然には打てますよね。トップ縛りだと残り4局であと2万5000点上がらなきゃって思いますけど、まあそこまでではないですね。今日さん、あんこになりましたね。さて、これどうしようかな。難は聞いたくない。難は単純に面前のリャンハン役として使える、うん。E1 ドラ、リャンワンそば。ドラが E1 じゃなかったらリャンワン切るんですが、といって孤立の6と6は切れないんで、やっぱりなんですね。お、悩んだ結果選んだのは何でした。でも今回こうリーチに行けそうなね、形ですもんね。自敗が並んでいる。では無駄相撲でした。結構こういろいろ考え方だったり違うのでたくさんあるじゃないですか。麻雀というルール性なんですかね。いや、昔からのそのいろんなあるんですかね。でしょうね。正解が非常に分かりにくいゲームであることと、確率計算が得意じゃない人がいるのと。なんでこっち、あ、なんかありました。なんで今こっち見たんですか。なんかまずいこと言いました。いや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 、もう大事ですよね。結構確率何割ですか。確率でしかない。基本確率だけだと思いますけどね。確率とその計算で、その組み合わせ上どうやるのが得かを予想するゲームだと思ってるんで、やっぱり数字に強い方がいいとは思います。野良引きましたね。これ孤立牌はローソーとローワンだったんですけど、まあ3ワン切り、あ、3ワン待ちのリーチにしたいので、うん、これは6切って数字にしといた方がいいですね。先に切っとく。はい、はい、いや、ローソー、あ、ローワンの方ですね。ローソーはくっついたら切らないかもしれないんで、他のカンちゃんを処理するんですか。はい、うん、ローワンはもう数字を作るために切って。なるほど、ノータイムでしたもんね、今のも。あ、両方は1、2、3の3色になるかと思いきや、これ思いきや、ならないんですか。いそうにくっついたら多分1品3品を切っていくんで見なくなりますね。うん、これどうやっても3色にならないんですよ。ここ本当ですね。ここのローピン、チーピンが出ていくっていう未来が、ね、おそらくないんで、高めイーペイコーの方がいなくなって、
愚形が残るってことですね。愚形3つの3色にはしないと思うんで、はい、結局1、2、3の3色にはしないとなると両面になりやすい両層とロー層の選択で、うん、まあロー層の方が両面変化がありますからね。両層つもぎり結構高い手狙わなきゃってなんとなく3色のもとの残しちゃう人多いんですけど、わかります。この手は一手先を考えるとどうやっても3色にならないです。分かれば早めの判断できますもんね。カーワン親の現物、そろそろ老僧をいつまで持とうかなっていうのを考えながらやってますよね。今回ね、想図が少なめ。あ、ここでパワー層が出てきた。多分トップ目だったら今のパワー1のところで老僧切っちゃうかもしれないですね。今展望がこうじゃなければ、ね、あ、それにもよって変わるんですね。はい、展望がないので自分の都合で目いっぱいやってますが、うんうん、思ってた変わりましたね。そうですね。これで連携三品どっちを切るかですが、連携親の現物、その数品に備えてもあんまり変わらないので三品からいきますね、うん、これでもその数品使えるんで。そうですね。でもちゃんとくっついて一つね、またいい形になりました。お、ここで下茶からリーチの声ですね。ウーワンギリリーチ、あー、そのウーワンをトップ目が仕掛けていきました。あ、両面チーですね。6、7で5を鳴きました。そして現物の3ピン、トップ目が仕掛けたってことはリーチに対して仕掛けてるんで、うん、かなり上がりやすい手が入ってるか単なる一発消しかですね。おー、一発消しのパターンもある、うん、はい。特にこの人はタイプ的に一発消しが多いのかなとかもちょっと考えますけどあ、なるほど。まあ三品切ったのだけではまだ分かりませんが、はい、うん、このあと安全層の牌が出てきたら、あ、やっぱり一発消しだったなっていうふうになりますね。うん、親が九品を切っています。このぐらいはまあこの点差の親でそこそこだったら切ると思いますね。さあ、郷さんどうしますか。シャンテンになったので、うん、ワンチャンスの一品を切ります。はい、三品が3枚目取りました。どうなんですかね、トイメンは。次は3品か数層か、まだわからない2枚切れのペイでした。でもね、吐く、これも大丈夫ですね。天井リーチを受けています。あ、ら通りましたね。そろそろ正体バレますよ、今正体あ、ローピンは中筋ですか。3と9が通った後ですからね。どうですか、まだ、まだ分かんないですね。残ってますが、まあ両ピンは3ピンのワンチャンス。はい、まだ正体が分かりませんね。うん、まだわからないなんかね、噛み合ってますね。いやー、これ親もね、そう簡単に降りたくないですよね、ある程度、あ、まとまっているのなら。大のトーン、でも自敗ですからね、うん、正直言って親はまだテンパイじゃないことが多いと思いますね、うんうん、手を崩してはいないもののそんなにテンパイっぽいサインは出てないんで、まあ、リシャンテンかリアンシャンテン、ね、筋の小さそう手出しです。あれはどうですか。まだ怪しいですね怪しい。ただまあ単なる一発消しなら現物がたくさんある手牌から並べてくると思うので、うんうん、単なる一発消しではなさそうですね。だからまだタンヤオのリシャンテンとかテンパイで粘ってる可能性はあります、はい、
テとイーシャンテンでドラが E1 なんですね。はい、ヤンワンが場に1枚、ヤンワンがリーチ宣言杯の筋、うん、リーチ宣言杯が E1 なんで、カンギャンワンはかなりあると思うんですよね、うん、ドラを使ったってことですか、そうするとまあデカッコの両面と、まあ十分系のイーシャンテンを残して、うん、ちょっと安くなるかもしれません。ドラを切ります。現物で両面で追いついてリーチですね、うん、お父さん両方当たりじゃないですか。リーチツモドラ1テンパネしまして1300-2600のツモ上がりでした。ゴーさん、当たってる当たってるというか、まあそりゃ宣言杯の筋、やはり危ないんですね、まあ、E1 現物じゃなかったらリャンワン切りますけどね。ああ、今ね、通った、E1 があるから。じゃあチートイツの目も見るんですか、こういう手の時って。まあチートイツも目にしても、まあ、ローソー引いたらチートイツだし、まあ危ないですけどね、なんか持ち方もあるですけど、まあ想像全部危ないテンパったらどうせ危ないことにはなるんですが。さあどうでした、こちらが数ワンなら上がれる。まあやっぱいやチーでテンパイだったんですね。まあチーソン、なるほど、イーシャンテンなんだ、なるほど、内定イーシャンテン、はい、イーシャンテンで筋で筋のチーソン打ってテンパイ取れそうなんで一発消しつついったと。なるほど、いやでも全体的に周りの上がりがよく決まりますね、はい苦しいですね、積もられてしまいました。さあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあではまた何2曲でお会いしましょう。